それではステージに先立ちまして新製品のご紹介をいたします。位相差 AF とコントラスト AF を融合した革新的な AF システムデュアルファスト AF を搭載、フルサイズ機と同等の本格的位相差 AF 性能を備えたフォーサーズレンズ完全互換のオリンパスの新しいフラッグシップモデルオリンパス OMD-EM1 いよいよ登場です。まずはじめに新製品の主な特徴をご紹介いたします。フルサイズ一眼に匹敵するオリンパス最高画質の実現、装着するレンズに応じて最適なオートフォーカス方式を選択するデュアルファスト AF、 フルサイズ一眼を凌駕する大画面電子ビューファインダー、あらゆる方向の手ブレを補正する世界最高レベルの5軸対応手ブレ補正、世界最高峰の信頼の防塵防滴機構、これらの進化した性能を順番にご覧いただきたいと思います。まず皆様にご体感いただきたいのはフルサイズ一眼に匹敵するオリンパス史上最高画質です。新しいライブモスセンサーと画像処理エンジントゥルーピック7の組み合わせにより従来機よりノイズの少ない高画質を実現、自然で高品位な解像感をご提供いたします。また新たなレンズカテゴリー M 随行プロシリーズが登場、あらゆる条件下で最高の画質を提供するプロフェッショナルレンズシリーズとして展開してまいります。どうぞご期待ください。続いてご紹介するのは装着するレンズに応じて最適なオートフォーカス方式を選択するデュアルファスト AF です。撮影レンズや設定に応じて増面位相差 AF とコントラスト AF から最適な方式を選択するオリンパス独自の AF システムです。マイクロフォーサーズ規格のレンズを装着した場合にはコントラスト AF を自動的に選択、ペンシリーズそして OMD シリーズで世界最速を実現した高速性と精度を継承しています。位相差 AF 用に設計されているフォーサーズシステム規格のレンズを装着した場合は増面位相差 AF が自動的に選択され高速高精度のオートフォーカスを行います。こちらをご覧ください。フルサイズ一眼を凌駕する大画面電子ビューファインダーは 35mm 版換算で 0.74 倍のファインダー倍率を実現、この大画面ファインダーによって撮影者にクリアな見えを提供します。またバックライトの輝度が自動で調整されるキャッツアイコントロールにより明るい屋外や暗い室内など環境光の変化による視覚誤差が軽減されます。そして電子ビューファインダーならではの優れた機能としてファインダーから目を離さずに絵作りに集中できるクリエイティブコントロールを搭載、ファンクションボタンと2つのダイヤルを操作しながら構図、ピント、階調、色彩の4種類の設定を自在に調整することができます。オリンパスの先進技術はどのような環境下においても撮影者のパフォーマンスを最大限サポートします。その代表的な機能の一つが5軸対応手ブレ補正です。静止画から動画まで撮影時に発生するあらゆるタイプの手ブレを補正、ボディ内手ブレ補正ですので全ての装着レンズで有効となります。続いてはもう皆様にもおなじみの世界最高峰の信頼を誇るオリンパスの防塵防滴機構、高い剛性を誇る堅牢なマグネシウム合金製ボディの各所に気密性と耐候性の高い特殊シーリングを施し、定評ある E5 以上の防塵防滴性能を備えました。さらにあらゆるユニットの低温下での動作を見直しマイナス10度での動作を保証しています。また定評のダストリダクションシステムにより撮像センサーに付着するゴミやホコリを弾き飛ばし美しい写真をご提供します。高低や低温、砂塵といった厳しい環境下での撮影を可能にする高い信頼性と機動性を備えたカメラです。またオリンパスの新しいフラッグシップモデルの誕生に合わせて新しいレンズシリーズ M 随行プロが11月下旬発売予定です。高い光学性能と防塵防滴性の堅牢性を有し、あらゆる環境下で常に高画質を提供するプロフェッショナルレンズシリーズです。今後レンズカテゴリーのラインナップもさらなる充実を図ってまいります。どうぞご期待ください。ただいまご紹介いたしました新製品は会場内で実際にお試しいただけます。オリンパスの新しいフラッグシップモデル OMD-EM1、 オリンパス史上最高画質と
進化した機能の数々をぜひお手に取ってお確かめください。さあ、それではステージを始めてまいりましょう。まずは本日製品の解説をいたします。オリンパスイメージング株式会社開発本部システム開発部部長鈴木隆でございます。どうぞステージへお越しください。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。続きまして写真家斉藤さんにご登場いただきましょう。日本大学芸術学部写真学科卒業、広告写真スタジオ勤務の後独立、現在は人物、料理の写真を中心とし広告写真、雑誌、新聞などでご活躍されております。オリンパス随行デジタルアカデミー講師斉藤光一郎さんです。どうぞ皆様拍手でお迎えください。ありがとうございます。それでは斉藤さん、鈴木さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。失礼いたしまして、はい、前にとりあえず置かせていただいて、皆さん お集まりいただきましてありがとうございます。お休みのところ、まあ、期待を持ってカメラを見に来ていただいたかと思うんですが、まあ、開発者カメラをこのカメラを生み出した方、まあ、やっぱどういうことを考えてだろうと、そんなところ今日お休みのところで皆さん聞きに来ていただいたかと思いますので、私はユーザー代表として、皆さんと同じような立場からこう、まあ、質問疑問みたいなところで話を伺っていければなと思っております。約40分ぐらいお話をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。まずは、まあ、どういう方なのかをちょっとお伺いしてみたいところなんですが、開発本部システム開発、はい、どういうことを、まあ、普段されていて、このカメラに対してはどういうところをその携わられたのかっていうところをちょっとお話しいただいていいですか。はい、ですね、開発本部は、まあ、主にデジタルカメラの開発やってるんですけれども、大きくレンズそのもの、開発している光学系開発している部隊と、それから機構部分ですね、まあ、我々はメカって言ってますけれども機構部分開発する部隊と、まあ、それ以外に電気回路、電子回路ですね、それとファームウェア、開発している部隊がいるんですけれども、システム開発部は電子回路の部分、電装系、それからファームウェアの開発っていうのをやってます。まあ、いわばカメラの頭脳に当たる部分ですね、そういうところの開発をやってるということになります。頭脳、大変なことですよね。はい、そこがこう全てのことを司ることになりますもんね。そうですね、はいはい、レンズに関してもやはり同じようにその頭脳からそのいろいろな信号が行き渡るということになりますよね。はい、レンズに関してもいろいろやってる。レンズに関しても、まあ、レンズの側にも頭脳入ってるんですけれども、主には本体側からのボディ側からの指令に従って、まあ、動かすという形になってますね。はいはい、そういった、まあ、立場の方からちょっとお話を伺ってみようというところになります。では、話を進めていくわけですが、まずはこのフラグシップ機、発表になりました。そして、今回のカメラをオリンパスとしては統合というふうに呼んでいますと、統合というふうに、まあ、話をつけていますということです。でそれをですね、どういうふうにこう考えてこういうカメラが成り立ってきたかというところになりますが、今まあ、シリーズとしては今3つありますと、それを まあ、まとめるということですかね。はい、まあ、ここはせっかくですので技術開発の観点でちょっとお話しさせていただくとですね、実はマイクロフォーサーズの企画を決める前あたりから、まあ、次のレンズ交換式のカメラってどうあるべきだっていうのを検討していく中で、まあ、いくつか課題あったんですけれども、やっぱりファインダーっていうところですね、そこがやっぱり一番大きな課題として我々捉えてまして、まあ、どういう方向性で研究開発この後やっていくかっていうところですね、検討しました。で、まあ、いわゆる、
光学ファインダーですね、まあ、OVF って呼んでますけれども、うん、OVF と、まあ、EVF と大きく、まあ、この2つの方式っていうのを考えたときにですね、 OVF 当然この良さっていうのはあるんですけれども、技術開発、それからデジタルの進化ということを考えますと、やっぱり可能性ということでは EVF というところは非常に大きいというふうに我々考えました。ですからそこの研究開発を進めていこうというのがまず一つ目ですね、ファインダーとして。それからあと、まあ、マイクロフォーサーズの企画を出したあたりから、やはり1台のボディで両方のレンズ使えるようになりたいという思いがありまして、そこでまあ大きな課題になるのがオートフォーカスの問題ですね。でオートフォーカスについてはですね、実はいろいろな方式考えておりまして、いわゆるペリクルミラーを使うタイプというのも実は検討もしておりました。ただ今回 E の M1 で搭載させていただいた増面操作という方式がですね、その当時はまだ理屈しかまだなかったんですけれども、うんうん、だけど商品として、あるいは技術としてやっぱりこれが一番スマートだろうということで、まあ、ここの研究を着手しまして、まあ、それら先ほどのお話のファインダーの技術とそのオートフォーカスの技術の集大成ですね、まあ、それ以外にもいろいろあるんですけれども、その集大成でまあ今回統合という形を取ったということですね。まあ、いろいろ整ったということでしょうかね、はい、でその統合するためにまず一つのそのデバイスというところではこのセンサーですね、はい、センサーが出来上がったということ、はい、そしてファインダーですね、ファインダーもいいものが出来上がったと。で、まあ、そもそもこのところ の, そのオリンパスの写真の撮り方、まあ、表現というところではアートフィルターもう5年になりますかね、はい、でアートフィルターを搭載したと。でそれをファインダーを見ながら、ファインダーリアルタイムでアートフィルターその効果を確認しながら撮影していく。で今回カラークリエイターと色相色彩そういったものを変化をさせながらその確認をしながら撮影をしていくことができるというような、まあ、システムを考え出しましたので、やはりモニター上ファインダー上でずっとこう、まあ、ちゃんとリアルタイムに見ながらっていうところではやはりその光学式のファインダーということよりは EVF と、そんなところもオリンパスの思想の中にやっぱりありますよね。そうですね、はい、そんなことを踏まえまして、そういったデバイス整うということになりまして、この EM1 が誕生するということになりました。で、まあ、こういった場ですんで、前にですね E5 をどうだと思ってらっしゃる方がおられるので、そういった考え方、まあ、E5 の本当に直属の後継みたいなことって考えなかったのかというところをちょっと、まあ、資料上お見せをしますと、これオリンパスさんからいただいた資料なんですが、こんなカメラもご検討はされてたということですね、はいはい、で、実際ですね、内々に見せてもらいました。でサイズとしては E5 とほぼ同じ、やはりそのくらいのサイズにならざるをやっぱり得ないですよね。そうですね、はい、はい、そんなこんなで、まあ、ちょっとこう分かりやすくこう体系的にこう話をつけるとするとこういうところですね。特にっていうとどうですかね。特にはですね、やはり、はい、先ほどお話した通りですね、ファインダーの問題とやっぱりオートフォーカスの問題、ですねが、技術的に、答えが、まあ、我々として見つかったっていうところ、うん、で、まあ、比較するといわゆる光学式のファインダーと、EVF 式のファインダー比較するとですね、やはりこの白黒つけてますけれども、うん、まあ、こういったところに特徴があってミラーレスという方式がやはりこれから先の技術開発として技術の伸びしろとしては大きいんじゃないかと、ね、これから先のその期待みたいなところで言いますと、やはりこう東京にもオリンピックがやってまいります。7年後なんてそういう、こう見せ方を、まあ、いろんな面で、生活の面ですとかいろいろこう考えておられる方もおられますが、我々こう、まあ、写真業界的にはですね、やはりそういうところで進めていきたいなって思うと、その未来を見据えるっていうとこのファインダーやはり大きかったところでしょうね。そうですね、ですね、はい、で、EM1 に統合機、シフトしていこうということです、
やはりこう三千と前に持ってらっしゃる E5 が私もちょっと気になります。昨日も実はこういう話を2回させていただいたんですが、その時にもお聞きをしました。 E5 を現在使用している持っているっていう方ってちょっと手を挙げていただいていいですか。どのくらい持ってらっしゃいますか。ありがとうございます。3分の1ぐらいですね。はい、おられます。ありがとうございます。昨日2回お話をこういう感じでお話をさせていただいたんですが、昨日は半分ぐらいの方、さすがに金曜日に平日にもこうまあ、お休み取られて多分来られたんだと思いますが、そんな方々が多くおられました。もちろんそんな方々にも、まあ、本当まあ、今後ですねご納得いただいて使っていただきたいカメラというところでこの EM1 をちょっとお話を進めてまいります。ありがとうございます。はい、まあ、こういう場ですので、いただいた資料からこんなのをちょっとこう見ていただこうと思います。カメラの形を形成していくもの、まあ、デザイナーさんこれは線を引かれたものですが、カメラって、まあ、どういうことでこう形って決まっていくもんですかね。やはりデザイナーに対して、うん、まあ、商品企画する側からですね、商品のコンセプトですとか、対象とするユーザー様はどういうユーザー像だっていうところをインプットして、そこで、イメージを膨らませてこう作っていきます。うん、まあ、その第一のスケッチが、まあ、こういう形で出てくるということですね。このスケッチが先にやっぱりこうあるということ、当然、まあ、デザイナーはデジタルカメラのデザインやってますから、中身のことも考えつつなんですけれども、やはり基本はデザイン第一プライオリティを置いてやっぱデザインをすると。ですので、まあ、この後開発とはこういろいろとやり合うとやり合うことになりますね。こっちに1ミリくれ、あっちに2ミリくれと。そうですね。はい、そうするとどっかがこう泣くと、そんなことですかね。はい、カメラ、まあ、いろんなその機能機構があって、それを包み込むということになっていくかと思うんですが、まあ、その中身は、まあ、普段は見えないですが、まあ、今回カットモデルが展示がどこかにあるはずですね。見ていただければと思います。それをこう包み込むものっていうところをデザインになっていくということかと思います。特徴的なところではやはりこうグリップがありますと。はい、このグリップっていうことはどうだったですか。はい、考え方としてはですね、うん、E の M5 のやっぱりシルエットを守りつつ、まあ、今回フォースアーズのレンズ使うっていう前提になりますんで、まあ、そこの操作性っていうのを、まあ、きちんと担保するために、まあ、グリップっていうのを入れてます。ただグリップ入れたからこうボリューム感が E の M5 と変わってしまうということはないような、ことを考えました。うん、まあ、他のこういう一眼レフと呼ばれるようなタイプのカメラですと大体グリップがありますよね。でそうするとグリップ部に大体どこのメーカーの製品でも電池が入ってます。でこのカメラに関してはグリップ部電池が仕込まれているスペースではないですね。違いますね。はい、いろいろここはここでこういろんなものが入ってるっていうところですよね。まあ、そうですね。はい、はい、そんなデザインから生み出された EM1 です。でじゃあそのスペックをちょっと追ってみましょうというところです。この増面位操作 AF ファスト AF2 つのそのオートフォーカスの方式を可能にしたセンサーを積んでいますということです。増面位操作 AF コントラスト AF2 つのオートフォーカスが加わって、マイクロフォーサーズのレンズの場合には2つ使うことが可能と。でフォーサーズレンズの場合にはこの位操作 AF が動いていきますよということです。でどういうことですかというようなところをこう、まあ、こうセンサーがこの位操作 AF、オートフォーカスの検出ポイントをこの画素の中に持っていると。まあ、画素って言えば画素なんですよね。 絵の元って絵を作ってはいないけれども、そのオートフォーカスというそのピントの検出のための画素、そうですね、はい、っていう呼び方なんですかね。はいはい、でそれがその大きいそのセンサーの中にいくつかこう入っていると。でそうするといやちょっとまあ、素人考えって言いますか、まあ、ユーザー側からって言いますか、その分こう写真に穴が開いたりしてしまわないのか、そういうところってどうなのかって。この今半分欠けてるその白のところはそのフォーカス検出のためのことだけをやってる、まあ、画素っていう言い方ですけどねの部分なんです。その穴開いてしまいそうじゃないですか。でも
穴は開かないんですよね。開かないですね、開かないような工夫を、してまして、まあ、ここに書かれているような配列も含めて、はい、配列を含めてで、周りからのその補完ということになっていくんですかね。はい、そうですね、はい、この辺はそのなんかこうよく分かるような分かんないようなところですが、まあ、そういう穴が開いてしまうようなことはどうやらなさそうだということです。はい、ないですね。で、はい、でそんなところも、まあ、もちろん大丈夫で、やはり最高画質フラグシップ機ですので、生み出していこうということになります。まあ、画質その支えていくためには3つ大きい要素があると、レンズ、センサー、そして新しくなったエンジンもそうだということですね。はい、これがこううまく噛み合わないといい絵はできないんですよね。当然あのレンズっていうところの性能って非常に大事なんですけれども、やっぱりこうバランスですよね。いわゆるセンサーとエンジンの後処理側もやっぱりそこは抜かりなくやらないとトータルでやっぱり画質出ませんので、ここレンズめちゃめちゃ良かったとしてもどっかがダメならもうダメですもんね。ダメですね、それはということですよね。はい、はい、これちょっと比較ですがこのくらい違うんだということだそうです。周辺部まで、まあ、本当にレンズや面目ですからね。そうですね。そういうところではいいレンズですというところです。で、新しい、トゥルーピック7になりました。その、まあ、画質、絵を決めていくもの、エンジンが変わっていくわけですが、でその中でもファインディテール処理というものがされます。これも進化をしたということ。はい、進化してます。特にですね、倍率色周差補正ですね。これはまあフォーサーズマイクロフォーサーズ規格のレンズ対応しておりますし、まあ、シャープネスに関してはレンズごとに、まあ、絞り値ごとに、かけるというふうに最適化しております。それから今回はローパス外しましたので、まあ、それに対応したモアレ除去処理を入れております。この倍率色周差っていうのはこれ何のことを言うんですか。まあ、いわゆる 色のねじ、絵としては色が どういう状況の時にその周差が出やすいっていうことがあり得るんですか。いわゆる高周波が多い部分ですとかそういうところですね。そこでハイライト部とかそういうことですか。そうですね、ハイライト部とか、こういう天気のいいところでこう撮ると何かそういうことが起こったりとか。そうですね、そういうことですね、はい、そういったところの場面に対しても非常にいい絵を作っていくことができる、はい、ということですかね。はい、そしてノイズに関してはこれだとちょっとまあ見づらいのでより分かりやすいところで言いますと EM5、一つ前って言いますか、まあ、直近で出されたカメラなんですが、それと比べましてもノイズは、まあ、ノイズに対する処理は良くなったということですね。はい、M5 自身もだいぶ改善はしてるんですけれども、まあ、高感度側でノイズリダクションをかけますとどうしても色が若干こう落ちてしまうという問題がありまして、今回それを改善しております。カタログ数字上はあまり変わらないんですけれども、まあ、そういったところは、改善しておりますね。そうですね、はい、これなかなかカタログでその印刷物で見せるって難しいですよね。難しいですね。皆さん見えますかね。ちょっと明るい、まあ、今日は外光が入るところですのでちょっと明るくてなかなか見づらいところですが、やっぱりこう今時なかなかこう好感度って皆さん注目のところなので、ぜひぜひこう、まあ、気にしていただきたいところかなと思います。そして、新しい、まあ、アートフィルターのようなオリンパスがこう表現者に対して、どうぞと効果をこうつけていくところですが、カラークリエイターちょっと面白いものが出来上がりました。はい、いかがですか。これやっぱり先ほどお話しした EVF の良さっていうのを出すっていうことが、まあ、すごくよく、現れてると思います。でこれもともと若手のデザイナーがですね、やはり色を変えるっていうのはそれまでのユーザーインターフェースだとちょっと頭を使って色空間がどうで、そうですね、っていうのがあって、これがやっぱり難しいと。こう X 軸 Y 軸みたいなものでこっち側いくつこっち側いくって数値が出てくるだけみたいな感じでしたね。そうですね、当然ハイアマチュアの方とかプロの方はもうそこはバチッとできるんですけども、そうですね、なかなかやはりそうでない方はですね、難しいっていうのがあって、まあ、直感的に操作できるということで今回考えております。割と最近この色彩色相サイドをいじった作品を結構見るんですよね。なのでじゃあこれを、まあ、こういう感じその色相をこういじった写真こういうふうに撮るためにはどうしたらいいんだろうってなかなか
僕も教室なんかでこう話をするのなかなか難しいところだったです、はい、これグラフィカルにこう見えるようになっているとまたファインダー内でその変わっていくことが見えてますもんね。そうですね、はい、そういうところでは非常に便利なまあ、効果といいますかエフェクトがかかっていくことだと思います。でそれを確認するためのファインダー非常に大きいものになりましたと、はい、いうことですね、はい、今回は自信ありますね。今回は自信あります大きさ、まあ、ここは、まあ、こういうあの私どもの話ではちょっとなかなか分かりにくいかと思いますのでぜひその見ていただきたいと。で E5 もですね、どっかにあると思いますので展示があると思いますのでこうやって見比べてみていただければと、ね、そうですね、はい、一回り大きいと、はい、でこの液晶のパネル中に入っているパネルに関しては EP5 の、 あの VF4 って外付けのファインダーありますね。あれと同じものです。ただ中に入ると全然違うものですね。はい、そうですね。カメラ内にあるって、当然あのパネルもいいものを使わなきゃいけないんですけれども、そのパネルをきちんと映し出すそのレンズですね、ここは意外と地味なんですけども非常に重要で、まあ、ここもあの目をずらしても、見え方が変わらないような工夫しておりますし設計しておりますし、あとは後処理ですね。あのパネルにセンサーから、画像を入れて、出すまでの処理はかなりこの中で頑張ってやってます。何気なく動いてるんですけど実は頑張っていろいろやってると。 EP5 につけるその VF4 ではこう振ると少しこうついてきてないかなっていう瞬間なんかありますよね、はい、でも このカメラに関してはそれがない感じがしますね。そこは改善してますね、はい、このファインダーっていうところにはもっとその進化の余地があるとこれから進んでいくところだということですよね。今我々これベストな答えなんですけどまだやることはたくさんあると思ってましてこれからますますもっと新しいとやっていきたいと思ってます。例えば、はい、いやあのミラーが入ってるカメラはもちろん一回こう途切れるわけじゃないですか、はい、シャッターを切ることによってミラーが跳ねると、はい、そしたら絵はなくなるわけじゃないですか、はい、ところが例えばビデオみたいなものだったら、はい、ずっとこう絵は出ながら撮ってるわけじゃないですか、はい、開発の中ではその今実現手段があるかどうかを置いといてやっぱり目指すべきところとしてそういうところはやっぱ考えなきゃいけないよねっていう話はしてるんですよね。その全くそのブラックアウトないとかそんなこともそうですね、将来的には、ええ、考えたいと思ってます。もちろんこういろんな情報がもちろん入ってきましたってその例えば今回 の、 そのカラークリエイターみたいなグラフィカルなその処理はもちろん入るわけですが、はいはい、いろいろまだ手立てがありそうな、ね、まだあると思ってますね、ええ、この、まあ、別物だと思うんですがその光学的なそのものの見え方ってやっぱりものすごくこう素直な見え方をするじゃないですか、はい、そんなところもその液晶のパネルが進んでいくことによってあり得るんですかね。もうそんなものこうもう分かんないぐらいな、やはり理想的にはですね本当にあの光学ファインダー式のカメラと UF のカメラを置いて覗いたときにどっちがどうだっけって分からなくなるところまで持っていきたいなと思ってるんですよね。このファインダーのまあ、システムのところってあの E5 のあの三角のところにはこう大きいプリズムが入ってですねガラスの塊が入ってです 200g 弱ぐらいあるんですね。なんでその分でいうとだいぶここは軽量化がこう効くところになりますよ ね、ボディの。今回これだけの大きさの表示をしようと思うとこのボリューム感じゃ全然できませんので光学ファインダーだとこれは本当に EVF のメリットを出していると思います、ね、ただじゃあこういう三角形の、まあ、頭のところみたいなものって形としているもんなんですかね。よくあのご質問を受けるんですけれども、うん、まずあのカットモデルあの前の方にございますのでこの後ご覧いただきたいんですけれどもその、まあ、当然 EVF としての光学系パネル入ってますし、うん、ジャイロセンサーあの、IS のためのジャイロセンサーですね入れてまして、まあ、光軸上にそういうものを置きたいっていう、ことを考えますとやはりどうしてもこういう形になるとあのこれ作ったんじゃないかというお話あるんですけれどもそういう理想的な姿を追求するとこういう形になったというのがまあ正しいですね我々の認識としては。そう、まあ、デザインっていうところではやっぱそういうこうなんですかねカメラって必然的にそこへこうそういう形をこう形成することになるんですかね。そうですね、あのデザインもいろいろ EVF だからレイアウトできるじゃないかってあるんですけども、うん、見た感じもこれが一番落ち着くかなっていうのはまあ確かにあるんですね。その人間の手に収まるっていうことを考えると、まあ、もちろん、まあ、未来っていう話をこうするわけですが
まあ、形は変わっていきつつも大体こういう形なんですかね。もともとミラーレスの開発やるときに、はい、レイアウト自由にできるんでもっといろいろやろうって話はあったんですけれども、結局やはりいろいろ検討した結果やっぱここに落ち着くんですよね。フィルムのカメラの時代にはフィルム入れてある程度こう引っ張らないと平面性を保てないですよね。だから距離が必要だったわけですよね。ところがそのフィルムの時代のカメラとなんか僕は姿が変わらないのはこうカメラやっぱり保守なのかなとか、もうちょっとなんか未来的なデザインってなんかもう本当フィルムのようにこう横長である必要もないし、はい、丸かったら握りにくいかと思うんですがなんかまあ7年後オリンピックを取る頃にはなんかこう面白いものになってたらいいななんて思ってたりします。はい、まあそんなこんなです。で、この五軸の手ブレ補正、これも進化をしましたということですね。はい、はい、これもご苦労があったと。はい、これはまあ、機構そのものは E の M5 のものを踏襲しているんですけれども、うん、低速のシャッター速度のところですね、低速のところの、補正の効果っていうのを改善してますし、あとまあ望遠レンズ装着時の小刻みな、揺れに対しても、改善しております。ここはカタログのスペックに現れないんですけれども、まあ、確実に進化をさせております。進化があったということですね。そしてさらなる進化は防塵防滴の性能に関してはさらにいいと、はい、で対低温というところでも、はい、非常にいいカメラになったということですね。はい、やっぱり E5 よりもボタンもダイヤルも多いんですが、そこはやっぱり、だん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 その技術が進んでそういうことがノウハウとして蓄積されていってっていうことなんですかね。カメラ進化、そうですね、それもありますし、やはりまあ、ハイエンドのユーザーの方っていうのをターゲットにしておりますので、やっぱ操作性っていうところを かなり見直して、それと、まあ、E5 の時の、フィードバックっていうのを入れまして、こういう形にしております。まあオリンパスの社長からも、まあ、メッセージとしまして、まあ、世界中至るところで、使える小型のシステムを作り上げようっていうことを、まあ、メッセージとして発信しているんですが、やはりここが一番大事なところなのかなというふうに思います。まあ、カメラマンとして、いろんなところで写真を撮られる方はおられると思うんですが、まあ、どんな方にも、まあ、ちゃんと映像を作っていただけるようなカメラ、そういうところでですね、はい、ここはちょっと、まあ、頑張りたいところですよね。はい、特にっていうところですね。細かいところで見てまいりますが、いろいろ、まあ、EP5 いろんなトライがあったカメラだったですね、はいはい、ペンで、そのペンに、まあ、積まれたものもっと進化して、搭載することができたということですね。スマートフォンからシャッターを切っていく時代なんですよね。すごいですよね、こんなのも。そうですね、でしかもライブバルブ、ライブタイムっていうものもスマートフォンから確認しながら、もうこの辺でよかろうと、はい、自分はこう車の中で寒いからちょっと車の中でみたいな、そういうことができるということでしょうかね。はいはい、そして、まあ、ユーザー側から見ますと表現としてジオラマ、ちょっと新しいものが追加されますと。でジオラマ上下にボケるということだったわけですが、これ左右がボケる、ことになりましたと。まあ、要は縦位置にしたときに上下がボケるとか、まあ、横位置にしたときにはこう左右ですが、それを選ぶことができるようになりました。で、HDR も積みました。この HDR は非常に素直な感じの HDR ですね。1、2とその強弱がついているわけですが、2の方はドラマチック等に近い感じではありますけど、1はとっても、まあ、素直って言いますかね、階調がより豊かな感じのものになっていて、非常に美しい HDR です。レンズですね、レンズ刷新しました。はい、まあ、期待されていた大口径の標準ズームが発売になりました。はい、ということですね。これに関してはいかがですか。はい、お待たせいたしました。まあ
EM5 を出した時点で、まあ、かなりご要望ありまして、まあ、開発進めてまいりました。ただ、まあ、思いのほか難しくてですね、ちょっとお時間いただいてしまいましたが、なんとか出せましたので、ぜひ、今日、タッチ&トライでご覧いただきたいと思います。そう、難しさの度合いが本当に難しかったと、はい、でちょっとだけこっちが遅れますよね、カメラよりもこっちがレンズが、まあそう、何が一番難しいんですか、こういうの作るっていう時に。もちろん全体難しいとは思いますが、やはりオートフォーカスの制御機構のところを、きちんと成立させつつ、この大きさにまとめて、しかも性能をきちんと出すというところですね。フォーカスがなかなか大変なんですか。やっぱり動かすところが一番難しいですね。まあ、今回リニアモーターを採用したりしてますけれども、まあ、そういう新しい駆動技術っていうのも搭載したりとか、まあ、これもきちんと要素開発といって、まあ、準備研究開発準備してから やるっていう形がまあ本来的なんですけども、我々どちらかというと製品開発と比較的こう並行して進めてしまうというところがあってですね、まあ、そこもなかなか難しさを、増やしているところだと思います。こう自分で自分にこうハードルちょっと上げにかかっちゃうみたいなところ。そうですね、いや E5 の時にももう本当に世界最速ぐらいなその SWD だったですね、はい、それを上回る速度ですね、これってそうです、ね、ピッといきますよね、はい、だん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 なところかと思います。そして、こんな3つのカテゴライズをされたものを作っていくということになりました。今日展示がありますが、40から150のズームレンズ、はい、開発中です、はい、2014年にはなんとか、なんとか、はい、こう 2.8 の投資でっていうと150ミリまでこう望遠側行くわけじゃないですか、はい、要は、まあ、35ミリ番換算300、3ニッパっていうやつになるじゃないですか、3ニッパのズームで展示がありますけど、チャズツよりちょっと大きいかなぐらいな、50、200より一回り小さいですね。そうですね、はい、こうコンパクト化、はい、何が効いてちっちゃいんですかね。150だっていうことですか、200よりも、まあ、ちょっと、まあ、短い焦点だということですか。そうですね、それもありますし、やはり技術的にいろいろ細かい要素は進化がありますので、まあ、それをすべて入れてっていう形になりますね。楽しみです。で楽しみだというところでは、ロードマップ、発表になりました。なんとなく皆さん見えますかね。こっち側の端、こっち側の端に、レンズがありますよと、まあ、どんどん作っていただきたいなと思います。たくさんのレンズがありますよと。でもちろん、この EM1 に対しては MMF3 を使うことによって、これまで、発売になったレンズすべてうまくいくと、はい、いうことですね。でそのすべてうまくいくに関しましては、はい、まあ、だん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 その EM1 はレンズをこういろいろこうやっていく中で覚えたりとか、あんまりその辺の話は本当はあんまりしてはいけない話なんですけども、はい、まあ、レンズ一つ一つがですね、まあ、量産品ではあるんですけど、やっぱり若干個性持ってまして、まあ、その個性を、まあ、カメラ側が、まあ、学習していくわけですね。覚えていって、まあ、動きをより動きをこうスムーズにしていくっていうのを、やっていくわけですね。なのでどんどんその自分のカメラは使っていくうちに進化をしてくれるかもしれないそうです。なのでそんなところもぜひぜひその期待していただいて、自分の手でこのカメラを自分のものにしていっていただきたいなというカメラです。そして、アクセサリー出てまいります、まあ、やはりオリンパス得意なところでは水中のハウジングも出てまいります。で一つちょっと面白いのはカメラバッグ、この丸いそのデザインが表側にありますと。でこれはマウントなんですよね。でも使うことはそこにレンズを取り付けることはできないということです。そんなこんなの次世代新しい世代のフラグシップ機です。これをもってじゃあ何か取ってきたのかって言われるところ、じゃあユーザー代表としてお見せすると
ということではですね、これ火山を取りに行ってまいりました。イタリアシチリアですね、シチリアのストロンボリっていうところの火山です。で、まあ、私こうカタログを、まあ、いくつかこう担当するわけですが、このカメラに対して最もふさわしい被写体は何だろうというふうに考えまして、今回は夜この火山の噴火を撮影できるというイタリアのシチリアまで行きまして、もちろん火山なので火山灰がもう本当にたくさんたくさん舞っている状況下なんですね。でそれで、まあ、夜暗い中で感度を上げて、いや高感度すごくいいカメラならそういうとこをお見せしようじゃないかということで、火山を撮りに行ってまいりました。で、使っているレンズもこれ 50-200 フォーサーズのレンズを使っています。でフォーサーズのレンズを使っていながらちゃんとその速度、オートフォーカスの速度は対応しながら、しかも防塵防滴で、データ書いておきましたが12800なんです、感度12800の感度でこういった発表会で作品を見ていただくような、もうノイズのない綺麗な写真が撮れるようなカメラができてまいりました。1240、これでもまあ非常にいい描写をするということです。12800です。で、僕のまあクローダンではありませんが、まあこれおにぎり型もう急斜面みたいなことですかね、そこを3時間登って撮影に行ってまいりました。でちょっとお見せできるかな、大きそうですかね、お来たかな、あ来ましたね。これタイムラプスで撮影しておりまして、300コマぐらいのものを一つの映像にまとめるタイムラプス撮影ですね。15分1回ぐらい火山ボーンってやってるんです。それが結構近いんですよ、あのそこの交差点ぐらいの距離ですね。なので、ガイドさんについてっていう状況じゃないと登らせてくれないんですが、でもガイドさんももう早く帰ろう早く帰ろうってあのそんなもう火山噴火のためにこうガスが出るんですが、でそんなところにこうやはり長くはいさせられないので、早く帰ろうとそういうふうに言われます。これはそのジオラマの1と2の比較なんですが、ジオラマ上下でボケていましたと、で左右でボケると、こんなあの道のところだけ見えていますがこうですと、で縦位置の構図にしますとこんなですね。これシチリアモディーカという町です。お行き過ぎたかな、よし。そしてこれです。でこのジオラマの効果はアートフィルター足すことができるようになりました。ライトトーンにこの上下をぼかす効果ですね。そしてこれ、ジェントルセピアに足したものです。でそしてカラークリエイターですね。表現としてはこういったところでしょうか。通常の撮影をいたしますと夕日の、まあ、海が見えるところでいっぱいやってますと。であのなんとかロードショーのスタートのところだいたいこんな色ですよね。なので自分のそのなんかこう感覚としてよく言われるその記憶色みたいなところまで持っていくことってやると実はこのくらいなんじゃないかというところです。カラークリエイターです。でこのカラークリエイターに関してはオリンパスビューアー3、新しいこの機能を追加した分が、アップグレードをするってアップグレードって言いませんかね、するとこういうあの機能グラフィカルがほぼこの EM1 と同じような見え方をして変化をさせていくことができます。ちらっとありました8000分の1秒のメカニカルシャッターが切れていきますと、8000分の1秒で撮りました。シチリアのその島、ちっちゃい島なので子供たちはこうやって遊んでいますと。で僕がカメラを向けていることをこうまあみんなあ撮ってる撮ってると思って散々こうやり始めるんですね。でフォトストーリーもこれがスピードっていうんですかね、だん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 とこう切れていきます。秒間10コマ最大ですかね。そうですね、はい、電車を速度を上げてきました。こんなところも一つ見どころですんで、触ってまああの我々こう語るよりは実際その皆さんその例えば E5 を持ってこられた方々は自分のとこうやって見てみてください。レンズをちょっと付け替えたりしてみてその、感触って言いますかね、確かめていただきたいところです。
で、話はここまでなんですが、まあ、せっかくこうやってお集まりいただいたところですので、まあ、製品生み出したその生みの親としてちょっと一言いただいて、じゃあ終わりにします、はい、何かこんなところ見てってください、はいはい。まあ、会社の方針としてですね、まあ、特に社長がいつも言ってるのが、まあ、技術の出し惜しみするなっていうことで、まあ、開発としてはかなり辛いんですけれども、本当に今我々ができることっていうのは全部、入れた製品として、まあ、今回自信を持ってお勧めできると思いますので、ぜひタッチ&トライで、触っていただいて、それを確認していただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。オリンパスの全力だそうです。ぜひ触ってみていってください。ではどうもありがとうございました。ありがとうございました。斉藤さん、鈴木さん、ありがとうございました。皆さんどうぞ拍手でお送りください。オリンパスイメージング鈴木さん、そして写真家斉藤浩一郎さんでした。会場内にはオリンパスの新しいフラッグシップモデルのほか、ペンシリーズや